てくれてます。では行きましょう、真田幸丸。幸丸、はい、拍手。いや、こんにちは皆様。こんにちは。暑いですね。水とかちゃんと飲んでますか？熱中症になっちゃいますんでね、ぜひ飲んでいただきたい。はい、というわけでね、やってきました。昨年に引き続きこの子ども夢フェスタ in 白川、我々2度目の参加とさせていただいております。いや本当にね、毎回夢と希望にあふれた素晴らしいイベントですな。そのな、殿聞いてますか？そうでございます。殿もね、かなり喜んでおられる。なぜか、実はですね、我々この昨年の子ども夢フェスタ in 白川で皆様からもらった夢の力によってですね、ある念願を達成させることができました。今年ですね、我々は信州は上田、現在の長野県上田市というところからやってまいりました。長野県の上田市というところは、今ね、あっちに焼き鳥屋さんできてるんですけど、おいだれ焼き鳥という美味しい焼き鳥があったり、四季折々の季節が楽しめたり、さらにまた上田城というお城があったりと素敵な場所なんですが、何よりこれを強く言いたい、日の本一のもののふと呼ばれた戦国武将の故郷であること、皆さんご存知でしょうか？お分かりですかね？どなたか分かりますか？はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。真田幸村公の故郷なんですね。その真田幸村公、実はですね、再来年 NHK 大河ドラマ決まりましたってことです。ありがとうございます。もうね、すごいよ、テンションが。僕だけだかもしれないけど、すごいテンションがね、そのね。というわけでですね、まあ、その真田幸村公の大河ドラマが決まったというのももちろんなんですが、その大河ドラマのタイトル、皆さんご存知ですか？これね、ぜひ覚えてっていただきたい。大河ドラマのタイトルの名前は真田丸。さあ来ました、勘の言い方ならわかりますね。真田丸、私の殿の名前は真田丸。真田丸、真田幸丸、セットで覚えてっていただきたい。いやー、もう本当にぜひぜひこれを機会にですね、上田の方に遊びに来ていただければなと思っております。その際我々いましたらね、丁重におもてなしさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。さて殿、やはり夢を描くということはいいことですな。本当にやっぱり夢っていうのは描いていかないとダメなんです、殿。しかしですね、殿、夢はただ描くだけではダメなんです。お分かりですか？よく分かっておられないようだな。いいですか、夢というのは描いたらコツコツと日々の努力が必要なんでございます。お分かりですか？まだ分からない。じゃあ例えて言いますとですね、殿に例えますぞ。殿は真田幸村のようなかっちょいい武将になりたいですな。真田幸村のような英雄みたいになりたいですな。目指しておりますな。そうでございます。だったら今のままじゃダメというお話でございます。いいですか、まあ、例えばです。そうですね、朝、昼、晩、ご飯出ますね。お残しとかね、好き嫌いとかしちゃダメなんです、殿。英雄はそんなことしない。あとはですね、そうだな、ゲームをやったりテレビをやったりしてないで、まあ本当にね、1日15分でもいい、勉強しませんか？勉強しましょう、殿。あとはですね、そうだな、お休みだからといってゴロゴロね、布団の中で寝てスナック菓子もりもり食べてじゃなくてですよ、スポーツで汗を流しませんか？体を鍛えませんか？殿、あとですね、まあ、これみんなの前で言うのちょっとあれだなと思うんですよ。夜ね、怖いからってトイレ一緒についてき、殿、殿、殿、何やってんですか？それ耳でも隠してんですか？あー、じゃあ僕の声聞こえないかな、これ。あー、そっか、困ったね。なんか質問悪くなっていつも耳塞ぐんですよ。殿、私の声全然聞こえないですか？あら、困ったな。全く聞こえなかったら大きくうなずいてもらっていいですか？あら、全然聞こえないそうです。これ困った、いや困ったな。いや
が実はですね、トモ実は恥ずかしがり屋なんですよ。すごい恥ずかしがり屋で、だから今日このステージに立つのも、まああとあのさっき踊るのもね、実はちょっと恥ずかしいんですよ。だからこれ終わったら、あの追いだれ焼き鳥っていうね、トモ大好物なんですよ。上田の焼き鳥は普通の焼き鳥にニンニクのかかったタレ、フルーツの入ったタレをかけて食べるっていうのがオーソドックスなんです。ぜひ一度食べていただきたい。それ私めっちゃ用意してあるんです、ここに殿が食えるようにね。だけどまあ殿聞こえないならしょうがないよね。俺が一人で食べるしか。何聞こえてたでしょ、聞こえてたよね。いつもそうなんだから。ほらそんなことやってる間にですよ、ほら見てください、もう早く終われみたいな感じになってますから。僕らやりすぎなんですよ。というわけで殿、最後ぐらいはかっこよく決めましょう。いつものあれいきましょうか。失礼いたします。参る。信州上田を走り抜け、やってきました白川へ。夢と笑顔にあふれてるみんなの笑顔に会いに来た。みんな食べてね、おいだれ焼き鳥。君の心に雪丸、真田雪丸健三。ビシッとね、殿にも決めさせてあげたいから、僕が噛んだと、すいませんでした、すいませんでした。というわけでですね、もしよろしければですね、上田の方に、そしてブースの方にも遊びに来てください。本日、殿の親、なんて言ったらいいのかな、決めて、かっこよく決めて家臣の、阿部の助と、我が殿、真田幸丸くんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、かっこよかったですね。殿、お帰りくださいませ。はい、ありがとうございます。来年の大河も楽しみですね。真田丸ということですから、はい、なんか言って去ってたんですよ、ちょっと聞こえませんでした。はい、じゃあということで、真田幸丸のブースもぜひ遊びに行ってみてください。では一旦ですね、休憩を挟みまして、ただこの後もうすぐですね、3分後ぐらいにこのステージの名前にもなってます小峰しろちゃん、ご当地萌えキャラの小峰しろちゃんのステージがありますので、楽しみに待っておいてください。その間、熱中症対策、水分補給しっかりとなさってください。